老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。老人福祉法第5条の3において、そのように定義されている。一方で、老人福祉施設の持つ、不透明性から公的機関による、 客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は1997年厚生省において検討が始まった社会福祉基礎構造改革においてその理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は社会環境の変化による国民の福祉需要の増大、多様化を背景として 戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉書制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。その後2003年には以下のような形式でまとめられる。サービス内容の評価はサービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、 改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も取り入れた形で、客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われる、ことを推進する必要がある。また、2000年6月に施行された、社会福祉法第78条では、福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、 福祉サービスの質の向上のための措置等として次のように規定してある。社会福祉法第78条第2項では国は福祉サービスの質の構成かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。 今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。2007年11月現在、広島県を除くすべての地方自治体で任意の制度として、福祉サービス第三者評価制度が実施されている。最も熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受診を義務として課した。ありがとうございます。